の勤めは初めてだけど、マキさんの紹介であなたの隣に座ったの。遊びに慣れてる人みたいに、ボトルの名前でわかるのよ。そんな女のひどい音、続けて飲んじゃユミさんは来ないけど、十時に電話が入るわよ。あなたが歌でも歌ったら少しは気持ちも晴れるでしょう。そんな女のひどい音、車で送ると言われたけれど、ナミさん叱られるあなたの浮気は夢よ。人の匂いで私まで酔わせるつもりね、今夜また。そんな女の「音」